お魚ちゃんではないですね。でもなんかすぐ出るっぽいので、そう、もうちょっとしたら出るかな。そう、クリスマスマーケットね、ちらっと行ったんですよ。すごい楽しかったです。今日はお仕事もその後も含めて、なんかね、私今どこに入れたっけ、ガチャガチャをねみんなでしたんですよ。そして、あ、いた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 、じゃーん、たまごっちのガチャガチャをみんなでしましたね。私のなんかめっちゃ魚に足生えてるの、めっちゃ面白くないですか。そう、見て、私ちょうど魚ちゃんなんでね、素晴らしいと思う。わかんない、これなんだっけ、足長っちみたいな、なんだっけ、忘れちゃったけど、けどマジ本当に魚に足生えてんのよ。こんなキャラいたんだと思って。これはキーホルダーです、なので触れないです、飾るよ。そう、みんなでやったんですけど、もうめっちゃおもろすぎて。もうさ、めっちゃなんかこのキャラクターに気に入ってんの私。私本当はあの豆っちが当たってたんよ。でもリネタンそれ狙っとって、私でもこれ何でもよかったからし、私魚ちゃんだなと思って一緒に交換したんよ。え、気に入ってんの。このガチャはねいっぱいあったよ、本通りのあのところに、入り口のところにあるよ、あのガチャガチャのところ。たまごっちって腕に、そう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 、腕につける。みんなガチャした ?3 人でした。白あった気がする。いっぱいガチャあると、そう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 、なんかさ2箇所あると思うんだよね、ガチャガチャって。なんかガチャ王国みたいなとこと、もう1個あると思うんですけど、なんか両方にありそう、かわいいと思って、うん、どこにつけようかしらねと思って。あとなんか UFO キャッチャーでモモンガもでも取れました、100円で。ちっちゃいモモンガ、そう、髪の毛ツヤツヤ、ほんと?やった、今日ももちゃんがやったね、かわいい、ありがとう。今日でもね、朝ね、で、あのお仕事は間に合ったんよ。でも本当は9時に起きようって思ってたのに、なんか気づいたら9時半に起きちゃって、なんかめっちゃ頑張って急いで準備して行ったんですよ。起きれなかった。早起きのポストはですね、あれはね一時的に起きただけですね。あの結構早朝に今日出したと思うんですけど、本当にあの後すぐに寝ました。そう、今日めっちゃ早め。そうですね、一時的なですね。一時的にですね、ほんとポストのために、いやでも最近はね載せれてないからね全然偉くないんですけど、そう、お仕事ではないですね。朝でも、朝っていうかまあお昼、朝からはあったけど、そんなに早くはなかったです。
ゆらゆありがとう。まあ、こんばんは。自分も朝強くない。私本当に朝弱いよ。もう本当にダメだよ。私の嫌なとこ、朝が弱い。本当に朝ね、ぼーってしてるし、ね、まあ、そう、今日ね1時間で全部開けれるかわかんないけど、ちょっと久しぶりの開封なんですよ今日。めっちゃ久しぶり。カードです。ポケカです。顔真似は全部はしないけど、できそうなやつはするかもしれない。眠たかったら寝ていいよ。そう、なんか明日とかちょっと忙しいかもしれなくて、もうクリスマスコンサートの練習でちょっとあれなので、あと私が早く開けたいだけなんですけど、そうゲットできたというか、私配信で開封してるやつは全部いただいたもので、ファンの方からいただいたものは配信で開封するって決めてるんですよ。そう、がいただいたんですよ本当に。あ、今日あれですね、プレゼント取りに行ったんですよ夜。それでありがとうございます。お家持って帰ってきました。そう、もかちゃんはじゃーん、このハイクラスパック、わあ、シャイニートレジャーゲットしました。ゲットっていうかいただきました。ありがとうございます。ファンの人にいただいたやつはみんなと楽しめたらいいなって思ってて、いつも最新ですよ。しかもももか、もうちょっと最近忙しくて抽選とか応募全然できてなくてですね、もう本当になんか開封動画はめっちゃ見てたけど、全然自分が抽選に応募したりとかはできてなくて、そうずっとなんか開けてみたいなって。そう、すごい買うの、抽選に当たらないと買えないから、送ってくれた方は抽選で頑張ってくれたんだと思う。そうが、この嬉しさをみんなと共有したいと思います。そうポケカね、すごい買うの大変。ポケセンで並んだ、すごい、すごいね。しかも特にっていうか、このハイクラスパックは年に一度のパックで、すごい今まで人気なねカードがいっぱい集まってるし、あのなんじゃもっちゃんっていうめっちゃあの可愛い女の子が出てくるんですよ。そうで、色違いポケモンが出てくるので、それが楽しみです。特に何が欲しいかって言われたら分かんないんだけど、とりあえずなんだろう、可愛い系の色違いが出てきてくれたら嬉しいなって思う。ピカチュウの色違いがすごいレアらしいんですけど、なんだろう、パモとかなんかそういう可愛い系のポケモンの色違いが出てくれたら超嬉しいなって。150万の数出る、あ、それはない、違うかな多分。それは多分ね、あれよね、こうしよう、こじょうちゃんいるっけ、いるかな、どうだろう。なんとですね、開けてしまいます。すごい開ける瞬間があれなんですけど、心が痛い。ちょっとね、あのできそうな顔までだけやってって、あとは150万の出ないよ。それはね、めっちゃリリエちゃんとかのやつだから、それはないんですけど、
けちゃいました。開けてしまいました。かわいい、すごいレア感、めっちゃすごい。シャイニートレジャー、そうです。当てちゃいますよ。全部当てる。うん、予定では。いやー、なんかもう全部顔真似はしないと思う。できるやつだけやっていくんで、いつもよりはサクッといくかな。間に合わなかったらまた今度ね。じゃーん、一泊目。何パック、10パックで10枚入りなので、いつもよりも枚数が多い。そう、いや最初からちょっと出てきたら困ってしまうので、ちょっと下でチラチラ見ながら。大丈夫だね、最初は。じゃん、リザード。なんじゃもちゃんいるよ、今回。壊す。壊す。リオル。わかんないです。リントラン。キラキラのがね、そう、絶対入ってるんですよ、これ。ヤミラミ。じゃん、あ、早速色違い来た。ニューラン。じゃーん、色違い。わ、ありがとう。トシさん、クリスマスタワーありがとう。どうでするね。ありがとう、ありがたわありがたわです、ありがとうね。3枚入ってるだよね、3枚だよね、やばい。でもこの子めっちゃ可愛い。ちょっと早速入れさせていただきます。続きまして、フォレットス。これ前も出た気がするね。ネイティオ。なんかすごい。すごいよこれ。こんな感じ。すごい。にゃん。ワザマシンカジパの一発。あ、カビゴンだ、かわいい。カビゴン、かわいくない、この表情が。かわいいかな、一泊目は。ちゃちゃちゃ、似てる似てた。ももゴン、ももこんです。あ、たまに配信でなるよね、こうやって。もう普段のももと変わらんかったから。いつもより枚数は入ってるけど10パックないそう。いつもは20何パックとかある。それシャイニーと、そうです、いただいたポケモンカードを開封しております。めっちゃ久しぶりだよね、開封。パック数が、そう、パック数がね、あの枚数が多いから。でもいつか10パックの中に1枚絶対、2枚箱もあるんだけど。でも私今までね、ポケモンちゃんは出てきてくれるんだけど、いまだにあのトレーナーが出てきたことはないので、なんか何でもいいのでトレーナー当ててみたいなって思いはまだ大丈夫かな。
デリア、かわいい。にゃ、シビエ。にゃら、さっきもいた。ふふ。ん？いらっしゃ。すごいね。なんつかちょっと、イエーイみたいな顔してる。こんばんこんばんは。これいい。今くしゃみ出そうだった。カルボー。ナウトポーン。強そう。こんばんこんばんは。岩の胸あって。あ、イカネズミ、イカネズミ来た来た。イカネズミ、かわいくない？かわいい。あ、シェリタツ、シェリタツかわいい。かな？かわいい。なんかイカネズミちゃんさ、すんごい人気でさ、なんかポケモンセンターに行ったらもういっぱいねグッズがあったんよ。そう、やっぱ可愛いもんね、イカネズミグッズがある。そう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 、もういっぱいあったの。だからすんごい人気で可愛いよね。1枚目から可愛いお顔が見えたわ。大丈夫だよね。まだまだ出ないよね。え、わかんない、まだいないよね。うんうんうん、まだまだ大丈夫だ。この最初の方に来たらちょっと悲しいから。このさ、色違い欲しい。ハイクラスパックは1枚いいのが出るのと色違いが3枚。でも AR はアートレアは結構ね、レアです。あんまり出ない。私すんごい詳しいってわけじゃないんですけど、いっぱい開封動画を見てる。特に殴る。パモ、謎の草。2分の1で2枚箱。え、そうだよね。やばい、これで出なかったら結構ショック。そうだよね。シャン、よし。これ前も出たかな。キャン、おお、ドードリオ。すんごいね、この躍動感がすごいよ。躍動感がすごいよ。いいね、すごくない？なんか早そうみたいな。今開けてるのは持ってるやつも出るかな。
トミン、ワンティ、かわいいね。キャキャン、お、リンルイ X、かっこいい。そう、見たことあるやつ、あ、出てる出てる。マテンキハチマキ、え、すごい、パヒュートン、かわいい。ケンタロス、かっこいいね。かな、パモン、かわいい。勇ましいね、勇ましい。顔骨が全部一緒、なんだよなんだよ。なんじゃもね、でもすっごいレアだもんね。大丈夫かな。似てない、ピカピカ。かわいいね、ほんとに。かわいいね。ピカモモやで。次はシガコロ、おお、ひっくり返ってる。ちげえた、かわいい。なんか食べ物に夢中になってる。そう、凝らすとね、そう。あ、おもだか、かわいい、きれい。お姉さん、大人のお姉さん。じゃん、セグレイブ、取れなさ、そうそうそう、取れなさ。ピカブリ、ギリンコ EX、 もうちゅう、もうちゅう、かわいいね。レッスンスタジオ、あとはカラミンゴ、眺めて、かわいいね。ピン、かわいいよね。まだ出てないよ、色違い。あ、色違いは一体だったけど、まだそっからは出てない。もう変わるぞ。にぎにぎだろうって書いてた今。もーちゃんっぽい、めっちゃ褒め言葉じゃん。お前みね、ピーちゃんミリミリだ。自分の手札が7枚になるように山下引く、ミリミリドロー。あと2枚出る色違い。でもレアもう1個、ちゃんとしたレアもいるはずだよ。そろそろ来るかな。なんかいる、なんかいる、どうしよう。別のパックから開けようかな。え、なんかいる。
なんかいるな。保留？保留する？保留しときますわ。じゃあ一回え、ちょっとずらして下でチラって見てるんやん。ちょっとでも何か本当にまだ分かってないです。じゃあもう別のパックからいきます。プリン、プリンタイ、プリンタイ、プリンタイ、プリンプリンのプリンタイ、せーのでプチン、プリン、うん、かわいい、プリン。いや、この歌があるんよ。アイドルさんの歌で歌ってんだよそう、歌だよ。そういう歌があるの。小じおいたわいた、小じおいましたね。ちゃんと出てきてくれました。くぬぎたまギョギョン、出てきてくれるかな。もう一度、え、踊り鳥かわいいね。こじょー、ペリッパー、簡単くん当たって待ってます。偉大な牙 EX 強そう。大回転、セラピーエネルギー、キギキさんね、な、こしょ、こしょあとね、やばい、でもあと普通にあと3パックだよ。あ、4パックでしたでもまだ1個見てないもんね。あの、なんだって、さっきなんかいるよって言ったやつ。いや、私は2枚箱だと信じて生きてる、まだ。いやー、かわいい。パモトー、パモトー、かわいいね。かわいいよ。あ、またかわいい。パピモッチ。パピモッチ。あ、ブロロン。ゲームしてたらめっちゃ体当たりしてくる。パモから進化して、ね。進化しました。ん？あ、ミミッキュ。ミッケのさ、AR もいいらしいけど、AR ってすごい出るの、確率が今回難しいらしくてね。そう。ミガルーサ。ゲームの方はちょくちょくやってるけど、まだ全然最後までいってないね。いいよ。あれ？あれじゃん、2枚、あれだ、2枚箱だ、よかった。もかちゃんが出たのはゆくくら DX でした。ではまだもう1枚あります、あっちに。
色違い。嬉しい、よかった、ちゃんと2枚箱で、そう SSR よかった嬉しい、2枚箱でいった、もうだから当たりですね。クラリ、色違い、色違い、たく、確かに口がね、もうなんか色違いだとそんな色、確かに過去です、今回では。あとは多分もう、あとここに保管してるやつと色違いかな、あと元とかで。大きな風船、あ、サーフボー来た、好きなんだよねこれで見たっけ、色違いのやつがまだ出てこない。いきまーす、じゃん、オラチフ、人影、羽根っこ、かわいいよね、雪の S カードはまだ1枚しか出てないので、あと2枚。次はイルカマン、イルカマンかわいいよね、でも怖い、進化して、ジオズム、お、小ジオ進化しました立派になった。ではジオンジェンイクスク持ってる、励ましの手紙、励ましの手紙、あ、かわいい、パルディアの学生かわいい、私のこうポージング決めてるのも可愛いし、女の子たちも可愛い、このかわいい、ぴゃん、パウチ可愛い、可愛い、ちょっとパンみたいな、進化した、ピモッチから進化。でもまだ出てこないね、あのスカード、え、もう出てこない、あと2枚あるはずなのにってことはここにいるのかここにいるのか、色違いさんたちは。ピモッチっておいしそうねパンみたいなね、進化したらよいしょ、じゃん、バカネズミ、カルボー、さっきも見たね、ストライク、プクリン進化した、プリンタンから、あ、マルマイン、マルマインだよ、
好きなんだ。え、これはなんだ。あ、これはじゃん、元トカゲ。次めっちゃかっこいいんだけど、見て、リザードン EX。 嬉しいよね、やっぱリザードン出てきてくれたら。すごいかっこよいよね、キラめっちゃね、キラキラしてるの本当に。スーパーエネルギー回収。え、出てこない。 S のカード、ミトリオ。勇気のお守り。あれ、あとこれに入ってるんか。あ、あとこっちもあるかもしれんわ。あの今保留してるやつ、ワンパック全部保留してるから。おぱ、ポチ。ちゃんに似てるね、ちょっと色は似てないけど、なんか可愛い。ミカルゲ、お、進化したカルボーからグレンアルマ、かっこいいね。かわいい。やばい、次あれだよ、色違いだよ。じゃーん、かわいい。中野ちゃんだ、かわいいわ。かわいい、めっちゃかわいいよね、中野ちゃん。嬉しい。かわいいやつのさ、色違いが欲しくてさ、かわいい、めっちゃ嬉しい。確かにもともとのなんかさ、色とあんまりすんごいは変わってないかも。よく見たら変わってるけど、みたいな。でも AR 出てない。コライドン EX、 かっこいいね、迫力がすごい。ボタン、ビーチコート、フワライドかな。あとラスワンパックですね。そう、ここに皆さんいるんですよ。何かわかりますか、この。そう、これ多分 UR なんですよ。保留したのが最後、キラキラしてます。個人的には UR だったらミライドンいいな。でも何でも嬉しい。ヤドンさん、ヤドン来た。ちやん、え、色違いももう一個ここから出るから。あ、これくれてた、好きなんだよね、かわいい。ミニブ、ライチュー。
色違いだ。かわいい、クレッフィー。色違いは、最後の色違いはクレッフィーでした。かわいい。さっきさ、いたよね。普通に比較したいけど、ここの中にいたんだよね、クレッフィーちゃん。おいでクレッフィー。あれ、いなかったかしらね。いなかったっけ。出たよね。いた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 。結構色違うね。なんと、ね、結構色違う。金とリン、かわいい。正面向いててめっちゃかわいいね。結構色違うよね。色違いってテンション上がるんよ。保管保管。やばい、でも最後だよ。アートレアはね、出てこなかったんですけど。では、ももかさんの次が UR でございます。いきますよ、せーの、じゃん。お、 EUEX でした。未来ドンではなかったけど嬉しい。かわいい。ってか今回の UR のめっちゃ綺麗。可愛くない？可愛い。キラッキラやで。キラッキラやで。めっちゃ可愛いよね。なんかすんごいさ、金がめっちゃ綺麗なんよね。いいよ、UR。 そう、しかも今回2枚箱でよかった。かわいい、キラキラ。なんか持っとくだけでさ、ちょっとテンション上がるみたいな感じ。 UR 金上がりそう。確かになんか運とか上がりそうだよね。あとはマスカーニャ EX。 ちょ、かっこいい顔してるね。なんかとクラベルとカイデン。ニャオハが立ってた。ニャオハがポケモンリーグ本部。以上かな。パチ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 。いやー嬉しい。もう開封できたことが嬉しい。まずもう手に入らないと思って、抽選とかも全然応募できてなかったし、時間がなくてだったから、すごい、そう、なんかそう、今日もプレゼントを取りに行ったんですけど、なんかもうすんごいいっぱいみんな心がこもってて、めっちゃはしゃいでたら多分一人うるさかったと思う。絶対作業してるスタッフさんたち、ももの声うるさかった。かわいいみたいなとか、嬉しいとかよく言ってるから、多分嬉しい、うるさいぐらい。今回の当たりは EUEX、 リククラゲ EX、 中野ちゃんの色違い、クレフィの色違い、
三浦の色違い。可愛くない？すごい。ネジ。いいでしょう。二枚箱と、この二枚箱はこれ、この二種。これが色違い。でもアートレアは出なかった。いえ、あ、逆でした。やったねー。財布に入れておきたい。確かにそれくらいね。なんかすごいテンション上がるカードだよね。綺麗だもん、めっちゃ。大事に保管、今まで当たったカードもずっとずっと保管してるので、このカードたちも保管されます。後に枚数めっちゃ増えてきたと思う。やっぱりなんかこの箱をいただいてからすごい増えて、だいぶ増えましたね。うん、すんごい枚数になってる今。そう、てかこんな、そうなんですよ。かわいい。こんばんは、こんばんは。デッキね、なんかね難しいんだよね。いっぱい見てるんだけど動画で、モーカの周りにポケモンのポケモンのなんだっけカードやってる人がいなくて、周りに一人も。だからメンバーはいないと思うよ多分。だからね、わかんないんだよね、なかなか。もしもしね、やり方を覚えたとしても対戦する人がいないいないし、そう、あとむっちゃね難しい。なんかでも、なんか大会に出てみましたみたいな動画は見てるんですけど、なんか集めてる子、モモみたいにコレクターのメンバーは。甘いハスンできるの？すごい。私は全然まだまだそこら辺が。できてないんですけど、把握が。そう、ポケモン部でも、もうでも集まってきたからね、デッキ組めそうだよね普通に。自分も集める。対戦相手がねなかなかいないよね。しかも女の子だと特に少ないかもしれない。うちの大学でもポケモン流行ってて、大学大会に出て、すごい。すごいね、それ。ボンって書いてる。また次の時タワーのお礼するね。ありがとう。
無音じゃない時に。ありがとうございました。ありがとう。おちゃん抜き、お話がボケかかい。ただ相談先生も詳しくないよ、全然。本当に対戦の仕方わかんない、わかんないから、いっぱい見るんだけど動画は、なんかそう全然ファンのみんなと対戦、全員に負けそうな予感しかない。かわいい今回のカードも。ちょっと方が小さく、めっちゃちっちゃいかと思うか、ちょこーんっていました。 YouTube チャンネルとか企画で、そうだね、なんかできたらいいな。なかった、空を自由に飛びたいな、どこでもドア。あ、立て込むた。間違えた。立て込むたやった。間違えた。空を自由に飛びたいなって言っとんのに。どこでもドアじゃないですね、間違えましたね。間違えた。ナチュラルミスですね、本当に。なんかあの夢、あの心の中いつもいつも描いてるの方の方が結構詳しいんですけど、今歌ってたやつはちょっと曖昧だったから、すごく私曖昧だったからめっちゃ間違えた普通に。歌詞が全く分からない、分かんないで曖昧だ。あんなことできたらいいな、いやでも王冠も知ってるよ本当に。この世の中でてててて空を自由に飛びたいな、立てコンプターだよね。そう両方知ってるよ。ドラえもんとなんかあるわ、なんか聞いたことある。そうドラえもんの偉大さね、もうみんな知ってるもん。ドラえもんの前の声聞いたことあるよ、声優さんの声。ではそろそろ読みますね。13位のたくあんさん、ありがとう。12位のふくちゃん、ももかぐみ、
ありがとう。11のティムマンさん、ありがとう。10のユシオさん、ありがとう。9のコスケさん、ありがとう。10のコージさん、ありがとう。会話楽しかった。ごめん、どこでもどう笑った。いやー、笑わないで。7位のふみやとマーク、ふふさん、ありがとう。6位のピノさん、ありがとう。ポケモンの顔まで最高かわいい、ありがとう。5位の TX さん、ありがとう。4位のお疲れさん、ありがとう。3位のくぼつんさん、ありがとう。2位のたーちゃん、ありがとう。1位のとしさん、ありがとう。ポケモンも楽しい。モーカが大大大大大好きすぎてもん。ありがとね、とはまた、もんじゃないときにお礼させてね。ちょっと取っとこう。よいしょ、ありがとうございました。配信ありがとう、ありがとう、配信ありがとうございました。おやすみ、今日もありがとう。バイバイ、おやすみなさーん。おかげで、ありがとう。今日も最近かけてありがとう、来てくれて。みんなゆっくり寝るんよ。今日もかわいい、ありがとう。全部最後持ってねえねえ。あやもも、あやもも、今日もかわいい、ありがとう。あいしょみー、暖かくして、うん、みんなも暖かくして寝てください。